さあ4月の9日金曜日でございます。今日も一日頑張りましょう。頑張るぞ。さあ岐阜県の土岐市に入りましたね。よいしょ。目的地は瑞浪市でございます。現在国道19号線を北上しております。さあ今日は新しく花粉症の薬を買ってまいりまして、また飲みます。今回服用する花粉症の薬、こちらパブロンでございますね。前回まであのアレジオンというねお薬をちょっと服用してたんですけれども、いまいち私口にはちょっと効果が認められなかったので、去年の今頃ですね、服用して非常に効果があったパブロンをまた買いました。なんでアレジオン買ったんだっていうところもありますけど、さあこのパブロンはですね1回2錠なんですけれども、私はもう1錠で十分効くという、ということで1錠飲みます。このようなキャプセルでございますね。キャプセル、水をね、瑞浪まであと10キロ、遠いな。現在時刻は9時50分でございますね。ごくりパブロン、いらっしゃい。さあこれで今日は大丈夫でしょう。やっぱり昨日までのお薬だとどうしてもね、なんか鼻の通りが本当に悪くて、鼻水とかは出ないんですけど、鼻の通りがとにかく悪くてですね、ちょっと参っておりました。もう昨日帰りに薬局に行って、ちょうどね前回の薬も終わったところだったので、パブロンを買ってまいりました。まあこれは人によってね効果全く違うと思いますので、皆さんにねパブロンを買いましょうと言ってるわけではございません。参考までにということでございます。いやしかし本日も天気がいいです ね。さあ今日は瑞浪市というね岐阜県にある瑞浪市行きまして、それからその後蟹市、岐阜県蟹市に行って、その後多治見市、こちらも岐阜県を3カ所回りまして、また名古屋に戻るというような形でございます。いや天気がいい、素晴らしい、最高だ。そして景色も素敵だ。なんということでしょう。このまま1時間ぐらい雑談をする動画を上げるっていうのは不愉快ですか。ずっと前を映してたら大丈夫ですか。どうですか。この部分は今日使いますよ。カットしない。いやー就職したい。こんなに就職したいと思ったことは人生であったかな。クズ。クズだな。本当にね、家族には心配しかかけてないですね。本当に申し訳ない。就職するぞ。就職したらね、結婚の可能性パーセンテージが多分 20% は上がりますよね。今ゼロです。ゼロパーから就職したということで、
上、0からの20はもう急浮上ですけど、ね、まあ、ただ 20% ですけどね。といってもまだね、決まってません、何も。ちょっと、とにかく頑張って就職しますよ。おばあちゃん危ないよ。水田氏、ありがとうございました。また来ます。さあ、次、蟹市行こう。すごいです皆さん、パブロンのおかげでもう鼻が絶好調でございます。パブロンすごいな。1畳で効くという、2畳じゃなくて1畳で十分。もう鼻がすごい。昨日までは何だったんだっていうぐらい感動しています。いや、のどかでいいですね。蟹市ありがとうございました。蟹市といえばですね、有名なのがキャンピングカーをね作っているトイファクトリーという、ね、トイファクトリーの本社があるのが蟹市ということで、さて次は多治見市でございます。行きましょう。さあ多治見市終わりました。名古屋に戻ります。いや、今日は花粉が飛んでないのかな、全くね。花粉を全く感じませんね。鼻が素晴らしい。この辺りは廃墟ゾーンですね。なんて読むんだろう。帝光寺と読むのか分かりませんが、駅もあります。昔は温泉街だったんでしょうかね。改めましてこんばんは、平山茂と申します。ちょっと長めの動画になってるんでしょうかね。ほぼパブロンの話しかしてないと思いますけれども、現在時刻は夕方6時を回りました。4月9日、今どうなんだというところなんですけれども、今はですねちょっと鼻が詰まりかけてます。ちょっと声ではわからないかもしれませんが、ちょっと効果が薄れております。実際まあ2時ぐらいから鼻が詰まり出したなという部分があります。ただですね、何か自分自身がこうなんか不快に感じることは何もない状態でございますね。なので、まあ、十分1日は持つなと、1錠でという話でパブロンを押したいわけではないんですが、ちょっと嬉しかったので今日はパブロンの話をたくさんさせていただきました。さあお仕事終わりましたね皆さん。明日お休みの方、ゆっくりいい休日を過ごしてくださいよ。そしてお仕事はお疲れ様でした。本当に絶好のお出かけ日和になるんじゃないでしょうか。まあコロナでねちょっと不安という方もいらっしゃると思うんですけれども、万全の対策をしていただいた上で大いに楽しんでいただきたいなと思います。
さあ明日も仕事という方は頑張りましょう。私もお仕事でございます。一個だけいいですか。ツバメがもういましたね。ツバメが飛んでました。はい、それだけです。さあではまた明日お会いしましょうね。明日も動画上げて大丈夫だよと、今日大丈夫だよって言ったか俺、言ってない気がする。さあ皆さん大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫。また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。